こちらのコンテナ、中には一体何が入っていると思いますか？実は宿泊可能なホテルになっているんです。サステイナブル・ディベロップメント・ゴールズ、通称 SDGs とは、2030年までに達成すべき持続可能な開発目標。世界レベルで取り組む活動を見ていきましょう。知りたい SDGs。2011年に起きた東日本大震災の被害に見舞われた仙台市で、被災者の方に避難所についてのアンケートを実施。避難所生活した時の今後配慮してほしい点を尋ねると、洋式トイレ、障害者用のトイレの設置、子ども・高齢者への食料の優先配布、そして最も多かった意見が間仕切りによるプライバシーの確保。プライバシーが守られていない空間での慣れない集団生活は大きなストレスにつながりますし、多くの方が密集し普段の生活より衛生状態が悪化する避難所では、感染症に対する不安も計り知れません。そんな避難所におけるさまざまな問題を解決するため、 SDGs に取り組む企業を取材しました。こちらは千葉県市川市にある建築・不動産事業、ホテル事業などを行う会社。災害時にはレスキューホテルの役割を担う動くホテルを運営させていただいております。動くホテルとは、あらゆる災害に備えられる多目的コンテナ。コンテナ1台を独立した一客室とすることで、遮音性に優れ3密を回避することができます。通常はビジネスホテルとして営業していますが、災害発生時には24時間以内を目標に被災地へ駆けつけ、避難所などとして利用が可能なレスキューホテルに早変わりするんです。なぜこのようなコンテナホテルを作ったのか、きっかけを伺いました。東日本大震災発災後間もなく、コンテナ型備蓄倉庫の建設で訪れた南三陸町にて、生活に大きな負担を強いられている状況を多くの避難所で目にしました。発災後、安心安全なプライベート空間を迅速に提供したい、弊社のコンテナ建築が何かお役に立てないかと考え抜いた結果、たどり着いたのがこのレスキューホテルです。さらに現在は PCR 検査施設として都内民間病院へ出動中。国や地方自治体、民間病院など多方面に活躍しています。災害など有事の際には速やかに駆けつけるなど、災害に強い社会を作り、地域の皆様の安全を守る取り組みを担っていきたいです。予想のできないことが次々に起こる昨今、レスキューホテルとして稼働することがないというのが一番なんですが、もしもの時に落ち着ける場所があるという安心感はとても大切だと思います。